はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクスドアス。またやっていきます。アンナが単独で鉄塔を調査しに行って、どうも落とし穴で落下しちゃって、マスクが取れて、てかマスクをしてなかったから、ここの毒を吸っちゃったみたいで、今ずっと咳込んでんだけど、早くここ脱出しよう。で、ミュータントがね、ワンサが出てきて、マスクを破壊されてしまうともうどうにもなんないから、パパーッと倒そう。前、サプレッサー武器で戦わなかったから、一斉に来ちゃったのかもしんないな。よし。ライトも消しとこう、念のために。来るよな。頭なら一発だ。もしくはもう近接で詰めていくかだ。あ、痛い。よし。あ、向こうにもいるな。この辺に散らばってるミュータントが前回一斉に来ちゃったから。よし。わっ、これは電源供給すれば。ライトが、お、ついた。よし。回収。まだいるか？うわあ！ちょっと下がろう。ちょっと下がろうか。一体オッケー。もう一体オッケー。なっ！よし。あ、こっちにも死体だ。なんかもう、おーっと、洞窟。なんか死体にもね、損傷のね、激しいやつと、なんかそうでもないやつとか、多種多様な。よりどりみどりな死体がある。さて、出よう。ん？これは、ん？ここはいけないのかな？こっちか。お！まだいる。頭狙うのが難しい。ここかな？こっちにもハンドル。あ、ここ開かないか。
これでゲートが。よし。アルちゃんが見つけてくれた。ここは何なんだ？あのバレルが見えるか。おそらく化学物質が溜まってる。この場所は貯蔵庫か、もしくは廃棄場だろう。あのシャツはこの辺りの人間が愛してるのために建てたんだろう。なるほどな。で、アルチョム、彼女を抱えようか。いやよ、助けなんていらない。一人で歩けるわ。ちょっと休んだらいけるから。ボスの頭が狂っちまうぞ。可愛い娘のことが心配でしょうがないんだだろうな。父さん、私よ。無線のバッテリーが切れたの。しかも濡れちゃって。それ以外は平気よ。アルチョムたちも一緒にいる。アンナ、いつかお前のせいで心臓発作を起こしてしまう。しばらくは外出禁止だ。いいな。サム、お前なのか。アンナの捜索を手伝ってくれて感謝する。今すぐあいつを連れ帰ってくれ。おてんば娘にお灸を据えないとな。ステファンも前から言ってたな。市民を乗せたいとかなんとか。みんな勝手すぎるぞ。もう行って。ステファンと一緒に父さんを説得して。はい。カティアとナスティアを連れて行けるように。アルちゃん、少し良くなってきたわ。よかった。本物の敵の基地を教えてくれよ。俺たちでも見たらすぐに分かるように。よし。の前にちょっと上のお家で弾薬を作っとこうかな。よし、オッケー。なんかこの武器の弾を作るにはあれが必要だ、これが必要だっていうアイテム、そんなに事細かくあるわけじゃないからありがたい。わかりやすい。じゃあ戻るか。ここで落っこちたんだもんね。ミュータントとは戦いたくないからスルー。なんかまだ8時ぐらいだと思ってたけど、もう0時過ぎか。到着。アルちゃん、助けてくれ。ボスがカティアとナスティアの乗車を認めてくれないんだ。カティアが客車のことを教えてくれたのに。私たちは帰らないといけないようね。どこに帰るって言うんだ。共振者ともに食われるぞ。でも彼らはわからないわ。もちろんスペースの問題だけじゃない。橋を渡るために戦闘が待ってるかもしれない。橋を渡った後だってどんな危険が待ち受けているかわからない。でもだ。私は役に立てるって言ったの。私は看護師よ。橋のことだって彼に教えた。線路を下げることができるって。そうよ、車両基地にある客車のことを教えたの。ここまでそれに乗ってきた。状態も最高よ。長旅のために準備をしたんだから。アルトムおじちゃん、お願い、一緒に連れて行って。いい子にするから、お手伝いもするわ。ナスティア、アルチョムを困らせるのはやめなさい。ナスティア、心配はやめ。どう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 。おじちゃんが司令官に話して丸く収めてくれるさ。言ってこよう。ミラー、ちょっとそれはダメなんじゃないの。ミラー、せっかくいろいろ教えてくれたりしたのに。よし、今日からお前も仲間入りだ。ありがとう。期待に応えてみせる。ちょ、ミラー。な、アルチョム、どうだ、うまくいったら。アルチョム、こっちに来い。かけてくれ。いいか、戦わずしてあの橋を渡る方法がある。
商人のキャラバンが橋の住人たちと取引をするようだ。そこで商人になりすまし潜入して橋を下げさせる。カティアによれば橋は正常に稼働中だ。素早く動けばうまくいくだろう。もし抵抗したらその時は奴らの考えなど知らん。血を見たいというなら見せてやろう。今は商人のボートが来るのを待つだけだ。あの大佐、彼女たちは置いていけない。生きたまま食われちまう。ステーパン、お前は何も分かっちゃいないな。俺たちがどこに向かっているのか、何が待ち受けているのか分かってるのか。一体彼女たちにどこで寝ろと言うんだ。石炭の山の上か。俺たちなら問題ないが、女性でさらに6歳の娘までいるんだぞ。無理に決まってるだろう。自分の寝袋を譲ります。俺は機関室でいい。そんなことをしたらお前は任務中に居眠りをして喉をかき切られるだろうな。それでも置いていくことなんてできない。待ってる間にカティアが言ってた客車を取りに行きましょう。こんな場所に子供を置いていけないし、それに一体いつまで交代で寝るつもり？またその話か。どうやってその客車を入手するつもりだ。オーロラを使うのは許さないぞ。そんな必要はない。俺が隠してるレールカーを使えばいい。そいつに客車を連結すれば簡単だ。アルチョムと俺が行けば客車を運んでこれる。お前は行かせない。二人がかりでも修理に明日の朝までかかるんだろう。それは一人でなんてとんでもない。分かった分かった、好きにしろ。嫌われ役はもう疲れた。客車を入手して彼女たちを連れて行く。アルチョム、できるか？いいでしょう。いいか、アルチョム。もしキャラバンを見かけたら他のことはいい。すぐに港に向かい、橋を渡るにはそれしかない。ありがとう父さん。カティアとナスティアも喜ぶはずよ。ほらよアルチョム、レールカーのブレーカーだ。これがないと動かない。可愛い相棒なんだ。大事にしてくれよ。一緒に地獄に行って帰ってきた。たくさんの思い出が詰まってるし、何度も命を救われた。アルチョム、ターミナルに向かうなら聞いておけ。ここからは随分遠い。そして暗いうちにたどり着ければ悪党どもに遭遇する確率も下がるはずだ。奴らは夜の間キャンプで過ごすからな。だが簡単にはいかない。夜は獣の数が多い。それにアノマリーもだ。狂信者どもは電気の悪魔って呼んでる。出発前に作戦を考えておいた方がいい。アルチョム、その辺りでデュークが任務を遂行中だ。橋を見張ってる。通信状態は良くないようだ。ノイズでほとんど聞き取れないからな。ともあれ奴に会えればターミナルのことを聞けるかもしれない。お前、アンナとステパンにそそのかされたな。俺だって彼女たちを見捨てたいわけじゃないが、この先何が待ち受けているか誰にもわからないんだぞ。まあ行ってみるしかないか。わからなくもない。まあミラーも大変だよな。ボスの説得お見事だったぜ。イエーイ。で、ターミナル結構遠いんだよね。で、道中のあの、なんだろう、あの右のハテナはなんだろうな、ちょっと気になる。なんか言われてたかな、それとも道中だし行ってみるか。アンナ、あなたとアルチョムには本当に感謝してる。あなたたちがいなかったらどうなっていたことか。ここは呪われた場所よ。それにあのサイランティウスも。まだ感謝するには早いわ。全てはアルチョムにかかってる。彼の幸運を祈りましょう。もちろん行きますか。商人のタグボートを奪って橋のスラム街に潜入し、橋を下げて川を渡る。少々複雑な計画だ。そうそう、今ねこれ要はエンジンが積まれている部分しかない状態の機関車だから、客車をね用意してやれば、まあいろんな人を乗っけれるようになるから、ターミナルに行ってクレストが隠したレールカーを入手して、旧車両基地から乗客用車両を牽引してオーロラに連結させようってわけだ。アルチョム、ターミナルに行くのか？
ならリュークと会うかもしれないな。あいつ橋の近くの客車に監視場を設営してるんだ。潜入する前に状況報告を聞いておくといい。了解。それともう一つ。ああ、はいはい。あると思うなんだが、ミエ君、あそこに誰かいるぞ。多分悪党だ。奴らこっちを監視してる。あそこで誰かが弾いてたギターを聞いたが、びっくりするくらい下手くそだったぞ。ステパンはあいつらから楽器を取り上げたがってたよ。めちゃくちゃなメロディーだったからな。あのギターを救い出してきてくれないか。昔からのよしみじゃないか。ステパンはあの6本の弦から魔法みたいな音を奏でるんだ。本物のロックだぞ。よろしくな。やっちゃうか。よっしゃ、寄り道大好き。はい、セーブしとこう。あ、セーブしてるわ。ギターか。ギターを回収できちゃうのかな。回収しちゃおうなら。アルチョム、ナスティアが聞きたいことがあるのだ。ナスティア、話していいぞ。あ、無線で。テディを見つけてくれる？テディ？そんなに難しくないよな。ターミナルの近くの貯蔵タンクの上にデーモンどもが救ってるんだ。そのどこかにクマのぬいぐるみがないか調べてくれないか。おかしな頼みだろうけど、この子の父親からのプレゼントだったんで、そのクマなしで客を待機。下手くそ。まあいいでしょ、そんぐらいなら。あー、ターミナルの近くでもないな。結構離れたな、下の方。まあまあ片っ端からやっていこうか。まずギターだ。ちょっと暗いかもしんないけど、バレたくないんでライトは可能な限り使わずに。あ、いるね、悪党。投げナイフが1本なんだよね。いや、だけど投げナイフってね、結構運が悪いというかね、前作前々作でもまあよく使ってたけど、狙った敵にね、投げたら股をすり抜けていくだとか、いろいろね、ハプニングが起きたからちょっと怖いな。あれ、村人。暗いな。村人助けるか。投げナイフを横のやつに投げて、こいつをテイクダウンだな。よし。拘束されてんのか。投げナイフはちゃんと回収できるね。よし。わざわざ悪党にね、情けをね、かける必要もないでしょう。気絶がダメならもうバンバン投げナイフ投げていくよ。ちょっと明るいな、ここ。まだ2人以上いるのかな。なんかもう気分悪いな。ここに来るといつもこうだ。撃っちゃおうかな。今気配出したな。気のせいです。あ、そこにいるのか。違う、上か。何もない。くそ。何？死にそうになるくらい暇だって聞いてたけど、
やつの言う通りだった。他のやつらについていくべきだったな。一服するかね。えっ、しえっ、君はおやすみなさい。おい、どうした。おい、ちょっと感づかれたかな。これどうやってさらに上に。ああ、もうドア開けりゃいいか。中には見えないな。そろっと行きたかったけど、そろっと開けてくんない。この上か。これも客車入手していろんな人助けていけばもうどんどんにぎやかになっていくんじゃないか。あ、ギターあった。もう一人どっかにいるはず。この上かな。高い高い。え、ちょっと暗い。どこだ。ちょっと暗くてよく見えない。あれ、もういない。下か。まあいっか、とりあえずギター、これ担いでいくのか。ギターゲットで、よし。ああ、そうそう、村人。さっきの村人、拘束されたままだ。助けてあげよう。あと、どっかにいるのかな。あ、いった。こっから投げナイフ当たるかな。この辺かな。だよね。よし、投げないよこれ。か回収。ザリフィッシュの名の元に受けよう。ほどいてくれ、頼む。いいでしょう。ありがとう、助かったよ。ザリフィッシュの聖堂へ向かう途中、あの悪魔どもに捕まったんだ。私はサイラントゥース神父から戒心を仰せつかって、それで半分ほど来たところで奴らに。あんたは異教徒の一人だな。だが話してもいいだろう。この孤島には隠された宝がある。何、装置はあるが私たちは使えない。罪だからな。だがあんたなら。宝。私は少し休んでから戻ることにする。あんたのことは生涯ザリーフィッシュに祈り続けることにするよ。宝。あ、投げなしの投げナイフ一本。あ、そこにある。そう。投げナイフ回収。よし。さて、宝の場所まで聞いちゃったし、これ、なんかさっきね、助けてあげた瞬間、なんか、なんだろう、前作とかにもあった、あなたはいいことしましたよ、的な雰囲気というか、なんだろう、そんなことが起きたから、実は今作もマルチエンドなのかな。逆に悪いことしたらカルマが上がったりするから、注意しよう。もうこの辺のサブね、面白いところ多いから、どんどんやっていこう。もう宝には目がないからね。順番に回収していこうかな。ただあの孤島はボートがないといけなさそうな場所にも見えるけど、
あれでしょう、次回宝回収その他の地点も巡りながらターミナル目指していこう。じゃあ今回この辺で。はい、ご視聴ありがとうございました。